準決勝第1試合は第5フレームを終え三者決め手を欠く展開。ゲームは後半第6フレーム。さあ、あれどうしたんでしょう。はい、失投しましたね。はあ、投げた瞬間に狙っていたところよりも左側行ってしまいました。はあ、さて大中もストライクやってきました。ここでつなげれば、投手さあ狙い通りに、左に来ましたよ。あれ珍しい、このクラスの選手があれは普通に取るでしょう。さあここで大中は頑張っておけば、はい、もう準決勝ではワイルドカードはありませんから、はい、3人の中で勝ち上がれるのは、決勝へ行けるのは1人ということですよね。そうなんです。さあ寺下がストライクをやっと持ってきて、左側のレーン、はい、2フレーは厚め、うん、4フレーは薄め。あ、でした。さあ3回目でどう調整するか。あ、だいぶ外から行きましたね。あれ薄いですね。はい悩んでいる悩んでいる。さあ、あれの変化が各選手を苦しませます。どうか、あおよかったよかった。とりあえずはノーミスでは来てますが、投球の小さいミスというのは各選手が出てますね。はい、さあ森の、あれ今のも違う。うわ、ずいぶん苦しんでますね。チャンスだ大中。ここでどう、やばい、危ない珍しいですね。はい、親指が抜けずに思ったラインよりも外に膨らんでしまいました。まだなかなかこの3人は大差はつきません。森さない、さあどうだ、あ取れない、取れない。これで大中と森が2つオープンフレームを作りました、はい、ノーミスの寺下が約20ピンのリードという形になります、はい、そして大中森はほぼ並びですね。はい、あとは下1桁のね、はい、カウント勝負になりま す、ね、うわ、準決勝の第1試合は思わぬ展開になりました。さあ先ほどストライクを持ってきている方の右側18番レーンなので、ここで持ってくると少し気が楽になりますね。うわー、来た2つ目。さああとは左側です。そうですね、はい、照らしたはあと左側。さあ追う立場の森さなえ、オープンフレームが続いた。爆発力はどうか。ここで持ってきました、ストライク。こちら左側のレーンは4回投げて3回ストライク。そうですね、そうですね、はい、1回オープンがありましたよね、はい、1回のオープンはこれはもう自分の失投でしたから、あの10フレームをそのストライク出してる方で迎えられるというのは森にとってちょっとアドバンテージというかね、ワンチャンスありますよね。なるほど、さあチャンスが眠ってくるか大中。あー、これもダメだ。あの1回戦ではいいプレーを見せた大中、大逆転の223ピン、はい、ここで続けてくると照らしたペースになりますね。はい、ボールは変えてきませんね。ラインだけでアジャストしようというところでしょうか。はいはい、ようやくダブルが来ました、はい、さっきのラインから少し膨らませましたね、はい、さっきのラインからちょっと右に出しました、はい、非常に
緻密なボーリングですね。さあ右に2本あります。落としてはいけません。はい、この後1人目のファイナリストが決まる。